なのでコーラ買おうねコーラ味うまいじゃないかね。ノンシュガーでノンカロリーでビタミン B がやったら入っているので、要はあなたの体がストーブだとして、あなたの、このドスコイ預金、これが灯油だとすると、マッチの役目をするのがビタミン B なんです。なので、まあ、お腹こうへこんでくるよね。でそれは何かというと、ビタミン B がそういうもの、ビタミン B 不足は B 不足は脳足りんになっていくわけだから、学生時代欲しかったよな、受験勉強中、ね、あとあの何、歩いてて小指ガンって痛いってなったり、あのタクシーの時頭打ったりする人って B 不足なんです。空間把握ができてないので、なのであのいいよ、エクセスね、元気になるよな、うん、まあ素晴らしいのよ製品。まず化粧品はランコム、エスティローダー、クリニーク、シャネルの4社と競合して世界のトップ5以内を12年以上続けてるんです。アムウェイってすごくないですか。値段はその4社のちょっと高めのクリーム1個買うとアムウェイのフルラインが揃います。だから値段は安くて売上がそこと競合してるわけなので、売上個数とファンの数ってのはもう半端なくアムウェイの方が多いよね。で大きな違いは何かというと、例えばシャネルを買った時に、パリで買うのもニューヨークで買うのもミラノで買うのもクアランプールで買うのも東京で買うのも同じものでしょ。アムウェイは各大学と提携して、その国によって製品を作り変えています。要はその国その国によって季節が違うよね、気候が違うよね、それに対して作り変えているので、アメリカで買うアムウェイの化粧品と日本で買うアムウェイの化粧品、フランスで買うものは違うってことなんですよね。というように作り変えられてるっていうのも大きい。あとお使いいただいて気に入らなかったらお金全額返ってくる、これもすごいね。サプリメント、サプリメントは世界のトップ1位、売上も1位、そして信用度、信用度はアムウェイが発表しているものじゃなくてユーロインターナショナルっていう企業を調査する会社があるんだけど、ニュートリサプリメント企業を調べた時にアムウェイ1位で、2位以下該当せず、要はそこが持ってた基準を通れたのがアムウェイしかないんです。これはもう薬剤師の人しか分からないと思いますけど、フルーツとか、何野菜から作ってるわけでしょ、アムウェイのサプリって。自分のところの農場を持ってやってるわけなのに、しまった、その基準を喋ろうと思ったら基準の名前を忘れた、言ってん、みんなが言うと分かんないな。あ、 GMP 基準で作ってあるんです。でこれはね、あの自分がその何ラボで勤めてる人分かると思うけど、 GMP 通すために化学薬品でも6年かかっちゃって、まあ、新薬の申請したり特許の申請したりするときにそれ通さないといけないんですよ。それがね、野菜とかフルーツでちゃんと通ってきてるわけ。もうね、ありえない、自分たちが考えてるレベルではないところにこの製品の凄さがあるのね。日本の国家予算の、3分の、あの中の、医療費が3分の1を超えてるので、その国の国家予算のワンアイテムが3分の1を超えるとその国は朽ちるっていうあの定説があるのね。で日本は、医療費が3分の1を超えてるので、このままだったら日本が破綻するわけで、アメリカみたいになるわけ。アメリカはどうなってるか知ってる？ああこんな話してると長いな俺な、プランまでいけないな。でもね、プランは誰でも喋れんのよ。ただそのプランに至るまでのなぜっていうところは喋れないから、もう絶対喋るね。アメリカに友達いる人分かると思うけど、どうアメリカの生活って聞くと、アメリカに住んでる人はこう言います。保険のために働いてるようなもんだぜって必ず答えるの。要は医療保険が破綻してるわけ。なので盲腸300万だったらちょっと我慢しようかなと思うよね。虫歯1本抜いて15万だったらちょっと迷うよね、というか歯磨くよな、わかる？盲腸かなと思うけど違うかもしれないってとりあえず思うよな。そんなことになってるわけ。なのでみんながプライベートの保険に入ってるわけ。大変なことになったら要は見殺しになるよね。なのでプライベートの保険当然高いわな。それにほとんどのお金が取られていくっていう話なんです。で日本はまだいけてるよ ね、あの3割負担とか2割負担でいけるじゃない。だから安く感じてると思いますが、そうじゃなくてそれももう破綻しようとしてるとなると、どうするかっていうと、人が病気にならないようにならないとダメだよ。未病で治めないとね。そうなった時にサプリメントに対する、まあ食品にも関してもそうなんですけど、緩和されたわけ。そうするとサプリメントを食べると病気になりにくいとするよね。そうすると病気になった時に出てくるお金は国家予算から出てくるわけじゃん。でもサプリメントは国家予算で買うんじゃなくて自分の財布から買うわけじゃない。となると日本が担っている
医療費がふーっと軽くなるよね。それを今回去年の6月出して、それが今浸透し始めてるわけなので、スーパーに行くと、サンマ買いましょう、サバ買いましょう、そうすると善玉コレステロールがこうやって増えてこういう病気になりにくいですよっていうのがこれから書いていいっていうことになったわけなので、サプリメントはこれから乱れます。いろんなメーカーががんに効くだろう、なんとかがいいだろう、どこだろうってなって、不祥事も起きるでしょう。なんとか食べたらお腹壊したとか、なんとか食べて変なことになったとかニュースが出てきて淘汰されて、ユーザーの意識が上がって、本物のサプリって一体何なんだってこうなるわけ。そして農場がしっかりしてないとダメ、混入物がない、そして、ビタミン B がいい、 C がいいっていう話じゃなくって、その野菜が持っているファイトケミカルと言われる、まだ科学では分析されてない、体になんやらいいらしいぞという、そのようなものがいいらしいというところに至った時に、ファイトケミカルを扱っているところどこなんだってなるわけよね。その僕らはそれを一人一人説明してきたわけじゃない、ね、そういう概念をそれを言えるような形になってくるので、本当にいいの、何にいいのよ、ほにゃららほにゃららって言って、いつもここにモザイクかけてたわけよね僕らは。それがいいんですよ、くちゃくちゃってね、かなりいいと思うぞ、聞くぞみたいな形で喋れるように、まあ法が変わってきたっていうことよね、やっと追いついてきたっていうことよね。まあそんなことに今はなってるんですよということで、あと20分で着陸しないといけないんです僕。困ったな、もう全部いいのよ本当に。もう白だし一つ取ってみてもすごいんだから。もうあなた白だし買っただけで最近お前料理腕上げたななんて言われたりするぐらい、もうすごいよ。このフライパンだって本物のテフロンフライパンっていうのはこういうのかみたいなね。アームウェイのキッチンのハサミだってすごいんだよ。もうね、はぁーぐらいよ。シャンプーリンスもシャンプーいい匂いよね、ねえいいよ。まあ時間がないからな。でもこの製品の良さが決め手だもんな。どれ喋る、このナッツもうまいしな、歯に挟まるけどな。このチルチルビビティもうまいよな。これシャンパンに入れて飲むとうまいのよ。ああ超うまいのよ。じゃあ製品はいいっていうのは伝わったってことにしておきますか。3割引きで、で使ってやったらお金全額返るでしょ。一回素直になって、メンバーになって使ってみてどう。で一回素直な気持ちになって、嫌だったらすぐやめるよっていう気持ちでいいから、もっとこう知ってみたら、もしかしてこれで人生変わっちゃったりしてっていう、なんか持ってみたら、絶対いいと思うよ。まあ買い物するとアムウェイ製品が点数化されます。金額が高いものに大きい点数がついてるんですよ。 1.35 円に対して 1点ついてるんですけどね。でそれが月間どんだけ貯まったかによってボーナスっていうのがやってきます。ボーナス、このボーナスについて今から喋ろうね。でファーストボーナスとセカンドボーナスとサードボーナスと3タイプあります。ファーストボーナスは買い物するとツタヤポイントとかマイレージみたいに溜まっていくんです。でツタヤポイントの大きな違いは、個人で集めてますよね、ツタヤポイントは。でアムウェイは群れになって仕事するんです。なので、みんなで集めれるので、自分がどうのこうのではないわけ。 B 型の人しか成功しないって言ったら、この中の4分の3の人はあーって感じじゃない。だけど B 型の人は入れりゃいいんだから、それだったらという意味で、自分には関係ないということで、だいたい一人で使ってると1000円ぐらいかな、1000円ぐらい。まあ大家族の方が1500円とかなる。5人家族3姉妹みんな髪の毛長いとか、すごい点数大きいよ。一人暮らし野球やってて坊主とか、すごい点数低いもんね。一人暮らし野球やってて坊主は2ヶ月に一遍か3ヶ月に一遍1000円だもんね。だいたいその方が使ってる量からよるけどね。で家族で使い出すと1000円でしょ。で自分の本当に精神的ご近所さんいらっしゃるよね、大親友とか嫁さんとか の親御さんとか、この手の届く範囲で買い物が始まると1万円ぐらいになってくるよね。でその仲間、その友達ぐらいになってくると3万5万ぐらいになってくる、大体買い物の量が大きくなるから。で
もう友達にもう俺言おうって言って、お前もうスーパーで買うのやめようぜっつって、でこれでみんなで昔大学生の時みたいにたまにでもいいから旅行行けたらいいじゃねえかよっつって、仲間がメンバーになりだすと5万10万になってくるし、もう知人まで入ってくる、友達の枠を超えて知人までなってくると10万20万っていうお仕事のレベルになってくるし、知人の知人って言ったらもう他人だからね、そこまで行ってくると随分大きな金額になりますよっていうのが1番目。2番目はあまりにも膨れ上がると、何人もリーダーがいるようなチームになるよね。うちの野球部ってすごいんだよ、キャプテン4人いてとか、すごいやりにくくない？誰の言うこと聞いたらいいか分かんないよね。なるとこう分裂していく形になるので、要は美容室で言うと、お客も増えてきたし、2号店やっていくか3号店やっていくかという多店舗展開になっていくよね。でそうなっていった時のコンサルフィーという形でやっていくのが2番目のボーナスなんです。で3番目はそんなにたくさん影響を与えている方は日本アムウェイ全体売上の一部を、差し上げますという形で、なっていくので、今度はさらに大きな数字になっていきます。これはアメリカ人がアメリカ人に向けて作ったプランなので、アメリカンドリーム型をしています。でそのアメリカを超えて世界に出た時に、あなたが経営者だったらどうする？今から50年前よ。今から50年前、ちなみにアメリカ人、白人が入れるレストランと黒人の入れるレストランは分かれてた時代ですよ。分かる？その時代に広がっていくわけ、世界に。分かる？で、どうしたかというと、まあアジア人なんかその頃どうやって思われてたんだろうね。相当 上から見られてたと思うけどね。ね、そういう白人たちがいっぱいいたアメリカだよ。その時にアメリカ人に向けて作ったルールと同じ形で入ってきたわけ。すごくない？これぐらいもらったら喜ぶじゃない、あいつらみたいな形にしなかったの。なので僕らは驚いたよね。っつって、搾取というのが何か分からなかった時代ですよ、当時僕らが。っつって、こんな収入取れんのみたいな。要はこれアメリカサイズだから M って書いてあるけど日本の LL よみたいな感じ。分かる？なんか分かりにくいね。まあそういうことなの。分かる？いやだから結局アメがなんですごいかって言ったら、この2人の経営者のものの考え方だよね。だってアメリカでスタートした時に白人と黒人がそうやって同じトイレも使えない、同じ、レストランにも入れなかった時に、黒人であろうと何人であろうと結果が出たらその通り払いますっていうのを突っぱねてやってったんだもんね。なかなかできんと思うけどね。今の価値観とは全く違う価値観だよね。まあ一番ベロンボーナスからいってみましょう。これがアムウェイね。これがお店で、これがあなた。であなたはスーパー、コンビニ、薬局で日用品買ってるんでしょ、ね、であなたの財布の中にあるお金、これを言ってるんじゃないです。このお金なんです。あなたの家族が使ってるよねと。今日も家に帰るとニベアかなんかお姉ちゃん買ってるよ、お母ちゃんシャンプー買ってるよ、あなたの弟はトニックシャンプーかなんか買ってるよ。もうなんか買ってるでしょ、毎日買ってるの、チラリチラリと。それをアムウェイブランドにしたら良いよ、安いよ、お使いいただいて嫌だったらお金全額返るよ、注文していただくと48時間以内に家に届くよ、スーパー、コンビニ、薬局と同じものが家に届く仕組みでもメンバーなりたいよね。便利じゃない？それより優れものですし、そうじゃないときはアムウェイが全額お金返しますよというやり方です。そして買い物するとアムウェイ点数が計上されて足されていって、ボーナスという形のものがやってくるよ。あとはいろんなメリットがあります。例えば人脈できるしね、弁護士とお医者さんだけは絶対人脈作っといた方がいいよ。お医者さんにも優劣あるからね、あの人は合併症多いとか、あの人はメスをお腹の中に残したことがあるとか、なんかいろいろあるのよ、ね、噂は良くないよとか。やっぱそれ内部情報じゃないと取れないからさ、だから絶対人脈作った方がいいし、弁護士も能力の差いっぱいあるから、弁護士さん関係もこれからは訴訟がこの国でもいっぱい起きていくと思うのね、アメリカとかいろんな国と一緒よ。向こうすごいからね、マクドナルドみたいなところでコーヒー飲んで唇やけどしたこの野郎っつって訴えて勝てたりする国だからさ、あと電子レンジで猫乾かそうとして死んじゃった訴訟っつって勝てたりするわけよ。だからいやこれ本当の話よ。だから PL4 なんかが日本入ってきた時にものすごいメーカーの人たちはビビったけど、日本人はそういう価値観で物を見ないからね。だから
あの考え方が大きく違うかもしれないけど、世界61カ国に広がるアムウェイなので、価値観が全く違うのに同じルールでやっていかないといけない。なんであの国だけ優遇するんだってことにならないようにしてやっていかないといけないプランになっているので、いろんな国の人の感情があったとしても網羅できるようなビジネスの形態になっているの。なので何、非常によく考えられているし、考えているのは仕組みだけじゃなくって、その人その人の人生観に沿ったものじゃなかったら続かないよね。ね、まあ人脈もできるし、情報も満載入ってくるし、あと何かな、うちのグループの不動産の社長さんが今回やる気になってね、すごい頑張ろうとしてる名古屋でね、たくみさん私頑張るわって、女の人なんだけど、女社長で、本当頑張ろう頑張ろうっつって、おもろいやろアムウェイっつって言った時に、いや私は何て言ったってアムウェイの魅力はこのあったかい人たちだと思うんだよねっつって思うっつった、いや私なんかさ息地を吸われるような業界にいるじゃないみたいな話なわけ、わかる、本当に優しい人たちが多いよねって、全部が全部とは言わんと、だけどいい人が多いねって、親身になってあの我が事のように考えてくれる人が多いねっつって言われて、すっごい嬉しかったんだけどね。まあなんか俺の友達どんな問題みたいな気持ちになるよね。友達自慢最高だよね。なのでスーパーコンビニ薬で買ってね、アムウェイ買えてねと、で家族で買い物が始まると大体3万点超えるよと、3万点っていうことは金額に直すと 1.35 倍だから約4万円ぐらい買っとるよということなんです。4万円ぐらい使っとるんです。4万円ぐらい、これがこっちに行くだけの話なんです。これ消えてなくなるでしょ、消費です。こっちは、ビジネスチャンスになるから投資ですよね。日用品が、消費から投資に変わるということです。で4万円買ってるうちのここに 3% と書いております。いや3万点を超えると買い物金額の 3% がやってくるよということですね。でいくら、4万の 3% は資産12、だいたい1000円ぐらいになるよということです。今3500円銀行に預けておいても1年経っても10円にならないんです。アムウェイに3500円預けて1回でも1000円もらってくださいよ。利子で換算すると130年前に預けたぐらい利子になるわけです。大政奉還です ね。まあこれ冗談ですけど、あのそれだけ日本の金融というのがもうダメになってるわけだけど、そうではなくて、僕は出来心でもいい、まあ、僕なんかひょんな形でメンバーになっちゃったからね、出来心でもいいからメンバーになって知ってほしいなって思うんですよね。知ってほしいなって。だって消費税 10% 時代になったら100万年収100万の人めっちゃ増えるよ、うん、耐えれんよ。だってこんだけさ、あの円安になって輸出伸びてないんだよこの国、大丈夫って思うよね。そして一番勝ってる基幹産業であるど真ん中のトヨタはああやって海外でいじめられちゃってさ、おい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 って状態だよね。これしっかりすればしっかりするほど不安になるよね。普通しっかりした人が安定してたんだけどね、一番今ぼーっとしてる人が一番幸せそうに見えるもんね。知らないっていいなみたいなね。まあいいんだけど、だからお得なので、今のあなたじゃ成功しないと思う。だけどあなたが雨の中に入ってきたら、あなたは自分の成長に驚くから、そして周りと一緒に成長していけるから、そしてあなたが成功するときには自分が、まあ、幸を感じるほど私って変わったなって思える。これって嬉しくない、ね、でも飽きるのもあってから人生変化を求めてたらそんなに長くはないよ。本当はもう飽きてんじゃないの。新しいカバン買ってポンと昨日まで使ってたカバンの隣に置いた時に、え、私昨日までこんな古いカバン持って歩いてたのとか、え、私昨日までこんな靴履いて歩いてたのっていう、みたいな、ここまでひどいと思わなかったみたいなね、時ないね。新しい自分から見た今の自分がそうかもしれないっていう、かもしれないを一個頭の中に入れてほしいな。1000円お得じゃない。じゃあ自分家で使ってるのスーパーやめて雨に変えたことによって1000円やっていくんだって、これいいなっていうことで、親戚のお姉ちゃんのところと自分の彼女のところの家族に、ねえねえねえ、ちょっとスーパーで買うのやめてってお母ちゃんに言って、俺も今度遊び行った時お母ちゃんに喋るわみたいな感じで、3家庭がそして4、5家庭でもいいやなったとする。そうすると9万点になるわな。 1.35 倍すると12、3万だ。それの 6% がやってくると8000、9000でしょ。それ3家庭で分けたらいくらになるの。9000を3で割ったら3000円ぐらいでしょ。ほら買ってる量はみんな変わらないんでしょ。今までもその人は買ってたわけだから、スーパーで。それが雨に変わった。一人で買ってるだけだったら月々1000円なのが、3家族になると 3等分しても3000円、3倍になったってこと。
要はみんなで買い物するとメリットが多いものをギャザリングっていうんですよ。ギャザリング、これ世の中で使われている言葉ね。例えば何、バラで買うと高いけどケースで買うとこんなに安い、これをみんなで分けようよとか、こういうのをギャザリングっていうんですよ。あのこれアムウェイは何をやってるかってギャザリングの仕組みなんですよね。だから自分の友達とか、親戚とか友達の友達をはじめまして、同窓会みたいになったりするよ。はじめ40人ぐらい、1クラスぐらいになってくると150万点になってくるんだな。150万点って言ったら 1.35 倍すると200万弱だ。それの 21% だ。掛け算すると40万ぐらいやってくるよね。40万円ぐらい。これをどうやって分けるっていう話を説明すると、2番目3番目でこの話は終わりなの。 OK。 でどうやって分ける、頭数で割ったらなんか一瞬なんか平等な感じがするけど正当ではないよね。1人1万円だよね。となると昨日入った人一番得じゃない。あ、マジっすか、俺何も買ってるのに1万円もらっていいんすかみたいな話になるよね。だったらこのお金でもう3口入ろうかなみたいな話になってこない。頭数で割ったらダメだわな。で早く入った人にたくさん配る仕組みだったら、後から入る人が魅力を感じないってことは時間の流れの中で朽ちていくよね。これも経営者としてはやりたくない手法だよね。どうしたらいいと思う。みんなも会社の中で仕事してて面白くないなと思うのは、給料が多い大きくないじゃなくて正当評価